はい、というわけで今回は2008年9月20日ということで診断発売日です。イエイ、はい、これ何パックですか？何パックですか？これ20パックぐらいあります。1等箱届かないくらいですね。1等箱届かないですね。24なんで中学生なんでこの段買えないんですよね。みんなでかき集めたね。みんなかき集めて20パック買ってきました。で今回これね、あの10パック10パックで分けてリミット10をやっていきたいと思います。この10パックで50枚になるんで、それをデッキを組むと40枚のデッキ組んで勝負するだけです。まあ、将来的になんか特急8とか流れそうなあっぽいのが特急8みたいなやつもまあなんか出てくるんじゃないかな。じゃあこちらをやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ行くぞ。じゃあ開けまーす。開けまーす。中学生らしく開け、okay. 大人っぽく開ける。あ、よし。開け。あれ、切れ目ない。え、ない。嘘でしょ。ない。切れ目ない。まあね、将来的にはね、切れ目作ってると思いますね。将来的にはここら辺に切れ目が多分ちょっとある。もしかしたらこれ宝富さん見てるかもしれない。宝富さんがもしかしたら今後出してくれるかもしれないんで、まあ、切れ目入れてくるかもしれない。まあね、期待しましょう。今回はね、こいつが光っております。はい、いいね、いいね。なんか将来悪さしそうな感じ。将来悪さしそうですね、このカード。レアないんですけど、将来的にレア確定になりそうなんで、ね、あ、僕レアありますよ。こいつレアかよ、マジか。こいつレアですね、レアの星ばっかりで、レアです。おおおお、光りました。めっちゃ、そう、めっちゃ強い。それかっこいいですね、これ。あー、かっこいい。かっこいい、かっこいい。恐竜バジラ対象いいんで、ぜひ使ってください。そうだね。うわー、見てください、最強カードです。最強。最強カードです。レアです。お、レア結構出てるじゃん。レア結構出てんな。なんもない。おお、これなんか強そうです。すごい。ぜひね、あの、あー強いね、これ。あ、これ出てますか、あのカード。これ、このシルバーグローリー。このだ。シルバーグローリー入ってそうです。今回入ってるらしいんで、ぜひシルバーグローリーと相性いいんでね。それしか出てない。もうこいつ俺4枚目くらいなんだけど。おもしろ。出すぎなんだよ、そいつ。おお、強っ。将来的にはなんかクラッシュって何？クラッシュって何？クラッシュ…音楽畑。あー、なるほどね。まだね、ちょっと。おおおー、キュアザルとパーフェクトマインドネイチャーみたいな使われそうですね。マインドネイチャー、いやー、いいや。ペラ分けで開封終わったということで、じゃあ10枚引っこ抜いてデッキを作りましょう。頑張って。僕たち中学生なんでね、あのスリーブ買うお金もないんで、全部このカードにつぎ込んだんでね。必死だよ。スリーブはないんです。プレイマットもね、ちょっと変えてないんでね。プレイマットって何ですかね。シールド展開。恥ずかしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。成功で、先どうぞ。あ、先もらいます。初心者すぎる。ドロー。ドローないよ、ドローないよ。成功はドローで、ドローないんで出れますから。ないんだ。そうそうそう、ないんだよ。初心者なんて霧隠れ、怪盗クローラー、マナチャージ一マナ発動。どうなのか、それは要塞化でしょ。シールドに要塞化、海底救命所、ターン終了です。じゃあ、楽しみます。アクアアンカーを、じゃあ、1マナ要塞海底救命所、ターン終了。海底救命所の、自分のターンの始めに相手のカード1枚引いてもよい。あ、じゃあ引きます。はい、じゃあ引きます、はい、で、その後、1枚引いてもよい。で、アタックドロー。おお、無限のセレリーサマーシャーに2マナセイントキャンセル。要塞か、要塞か。ターンエンドです。クリーチャーいない。あ、たまえ、回転決めておこうか。あ、じゃあ1枚引きます。引かせていただきます。1枚引きます。じゃあ、アタップして、単価指示のことをします。白強いな。あ、光ってる。え、そんなやつ。単色です。ドローします。じゃあ、アタップドローします。俺もこの間までやってた。獣たちのロンドーマナチャージ1マナ。めでたい、召喚します。あ、そっか、あ、マナチャージ、まあ、タップしないといけない。今日はそんな中学生いない。あ、引きます。あ、じゃあドローして、ちょっとなんか将来、なんか DM YouTuber で来ちゃうみたいな。アタックできないですか。これ、このクリーチャーアタックすることはできない。 YouTuber って何ですか。3マナだ。あ、3万人、要塞化します。3終了で回転決め以上の効果、タ
ドローします。ドローしてください。いやいやいや、直行性しないでください。今回ドロー使ってないリーサマちゃん。アンタップドロー。守りを固めよう。サンマナカイドウクローラーを召喚。お、じゃあシールドセイバーを持ってますね。お、ガチガチに守れるよ。一マナさらに要塞化書いてるし、めっちゃ動作エンド、めっちゃ動作効果どうしてもいいんですよ。ドローします。じゃあ通常あれと今回ドローしますで、ちょっとめでたいもん。いやパワー上がっているから、まあ、強い、確かに強い。そうめでたい1万の3000のブロッカーでブロッカーだから、あー強そう。4万6000枚。いやドルマンでいいのか。9000枚。終了です。高っ。快適免除の効果もういらない。あー引かない。じゃでもこれ引けるんですかね。いやどうぞどうぞ。あ引けるんですか。よろしいな。快適免除引きますか。そんな気に入らない。どうします。アンタップドロー。このノリの中学生だっけ。当時マナチャージ5マナ聖獣ピュア雷鎚を召喚。バトルゾーンに出したときに自分の山札メーカー5枚を表向きにする。おこの中から、クロスギアを1枚手札に加えます。ありません。はい。その後山札の下にこいつあのパワープラスエーサーでブロック。この段ってクロスギア入ってるの。入ってないと思います。あ入ってます。入ってます。ターンエンド、エンドを引きません。もう手札いっぱいなんで僕も引きません。どうしよう。何のためにあるの。4000。4000です。4000、3000。弱いなー。ピンサショー。あーパワー7500度。いやー突破できないよー。トムゲブロッカーだ。ボタン終了だぜ。ブロッカーしかいねー。ドローしますか。いいです。ドロー。まあ一応引かないで。いやドロー。どっち。マナチャージしません。買います。すいません。光ってるんで使いたいと思います。5マナ、侍なんで進化。お大神秘ハルタ。かっこいい。侍よりジェネレート、ジェネレートこのクリーチャーも踏んでるので同じな時に自分の手札にはクロスギア1枚を渡ることになりません。アクセル、クロスギアがクロスされている時アタックする時に相手のクリーチャーマナゾーンにありません。パワー上がっただけ。1マナ、獣たちのロンドン発動。お、何ですかここ。このターンバトルゾーンには自分のクリーチャー1体へのパワープラス2000差で初めてバトルに勝った時アンタップ。ハルサをパワープラス2000で。ハルサがパワー1万2000になった。1万2000でダブルブレイク。いけます。いける。1枚目どこですか。そこなの。疲労攻撃。びっくりした。はい、はい、2枚目攻撃。よし、イメージをあえて残すんだ。はい、ターンエンド。これ城守れるから、カイドウクローラー。ああ強い。引きたかったら引いてください。引きます。引くんだ。引くのかよ。ああさっきまで引いたんだ。ダメだよそんな風に言っちゃ。かわいそうでしょ。こんな中学生嫌だ。嫌だな。お前明日学校で先生に言うから。明日先生に言うからリアルすぎて思った。3マナで。はい。さあ、あー強そう。効果は相手の時ちゃんと回復した時に2000からクリーチャー攻めた感じ。残念ながら全員パワーが上がってる。おしまい。セントキャッスル追加。回転機免除の効果発動。引くぜ引くぜ。引いた。引くぜ。俺も引くわ。アンタップだろ。アニメみたいに自動でアンタップしてほしいよね。マナチャージ。4マナ氷河風魔ビエルモ強。破壊されるときに墓地の代わりに手札から自分を守ってくれ。ペレペレケレンコ召喚。シドプラス。お、シド増える。あ、やばい。シド下でしたね。そうですね、シド下ですね。この重ねたシドの束を持って。よし、レビューしてください。ハルサ、いけ。ダブルブレイク。強いよ、ハルサ。ハルサ、その時に効果発動。効果発動。あー、そうか。じゃあ、社長補助の効果発動。出落ち。受けるぜ。いけはさ。社長パワーいくつ。2000。今2000だった。パワー。この敵取りがなさすぎる。いけ。何がテールマスターって。ふざけんなマジで。おいやめろ。ターンエンド。おいダルマンディダルマンディ。取り行動。いいんじゃねえか。驚くとこどうなったんだよ。スパークサンシャイン。ああ。
ぽい鳥が唯一っぽい、唯一っぽい、本当にないんだな鳥は。おお、怒った。でってでー、あー強そう。バゲットシードセーバーだ。あー強い。アタックアニマル今な。お、シルバー系のシードセーバーです。シードセーバーです。シールド守るね。しかもちゃんとアタックできるからね、シードセーバーは。ちょっと社長ポイントですしね。社長ポイントですしね。本当だ。相手のクイちゃんがアタックするとき、ここが吹っ飛ぶ。ダメじゃん。ダメじゃん、ほんとに。ドロー。私は、マナチャージ。変態大きいじゃん。マナで、進化。お、勇気士ブリュンヒルデ。お、自分が呪文を取られたとき、相手のクリーチャー一体タップ。2マナで、マナ爆裂ストライカー発動。強っ。自分クリーチャーパワープラス3点差でダブルブレイカー、ダブルブレイカーとダブルブレイカー、ナイトマジック、あ、プラス3点で、で、ナイトがいるのでもう1回打てます。うえー、強っ。で、無限の精霊リサタップ、呪文打ったので2回タップ1回、はい、あ、ナイトマジックか。ここをもう1回使うだけ。グレイリアタック押せるとき、あ、押せるとき2000以下全破壊。イエーイ。シードセーバー、シードセーバー、はい。あー、初差がダブルブレイカー、今8000、何違う、9000、8000、あ、9000、9000、全部あパープラス5000、ブロック。闇の残滓使います。ブロックした時、ブロックした時パーマイナス2000。相打ちだ、相打ちだ、相打ちだ。あ、ね、セイントキャスラ、ありがとう。おお、ターエンド。じゃあ下行きます。ブロック時に出す忍びが忍び久々に見た。このギミック出てからそんなに時間経ってないの。いや、前の段でめっちゃ見た。おい、ふざけんなよ。マナーかね。ない。マナ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 、どっかで聞いたことあるよ。最近ネイチャーね、ネイチャーじゃない。ベビーピピー。危ない危ない。なんかマナってなんかすっごいしっくりくる響きなんだけど、なんか近々出そうな気がするんですよ。危なかったね。ジェネレート。お、お、クロスギアだ。サムライルだ。これをクロスしたクリーチャーパープラス3点。あー、強い。リーサを育てる。友達コレクションみたいな。あのゲームで友達育てる。友達育てる。友達育てる。回る今日。なんかあのゲームやってるさ、なんか友達と親の時自分会社でゲームで今から。マナないんですけど、ね、今日こそ最後のクリーチャータイムタップ。あわぁ、すごい。マッチ、え、一回ずつ攻撃しないとダメだよ。これタップした最下。俺もだ。そう、すべて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 、ごめんなさい。じゃあリーサだけ。じゃあここアタックします。リーサ攻撃。あぁ、4500円です。まぁ、クリーチャータイムタップ。なんなん、8000か。9000、パーキャストでブロックできるっていう。でももうブロックはよ。あ、じゃあいやいやいや、ブロックなくていいよ。おしまい。私のターンだぜ。ドロー、アンタップ。あ、今の決め状強い。いいとこ、今の旋風面白いな。お、強い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 。うざすぎる。プラス5000。マナ、ドリュキ、ジャックライト。お、強い強い。来たから、ティラノドレイクかサムライの進化を持っていく。詳しいね。うわぁ、ちゃんといる。教師をもらうぜ。いや、進化できない。進化できない。痛いでしょ、サムライみたいな。バリンガリサムライが進化。そっちかよ。そっちかよ。新装甲クロートドロキ。このクリーチャーがタップされている時、クロスギアをクロスしている自分のクリーチャー追加ブレイク。クロートドロキでブレイクする時、ターン終了。ドロー引けば僕はワルキリアス武蔵を出せる。ああ、また出てきた。ああ、また出てきた。まあ、高いな。あ、止まるな。誰かの記憶が流れ込んでくれ。パーフェクトでいいじゃん。うわ、パーフェクトでいいじゃん。パーフェクトでいいじゃん。心熱くする。それはもう出てきたのでいいね。危ない。もしかして危ない。次だ、次だ、次のだ。将来的に出てくる。もしかして危ない。危ない。クロスネックスは危ない。エンド。クロスネックス、クロスはちょっとアウトじゃない。誰かの記憶が流れ込んでる。アタックは決め状効果。ドロー、ドロー。この試合決め状めっちゃ揃ってる。おー、俺のエリザベス折れた。3マナ
コウガニー、ライデン、召喚。お、ウザの女性。正解はもうタップ。俺の超女性。ロクマナ、ギャラクシー、俺でいこう。ジャンケンシステム、邪魔に終わって。シールドブレイク。効果何の時？自分のターンの始めにじゃんけん5連勝以上したら深海外のクリーチャー全てなんか好きな数バトルに出して好きなカードを手札に書いて。どっから山札か。山札から次ブレイク。いけます。おお。ターンエンド。それ出せる。いや、セイントキャッツうざすぎるな。セイントキャッツや。確かに一生邪魔してくる。セーブだ。ジャックライドありません。はい、手が手が。じゃあ今日おお。入れる。クリーチャー回収。深海マンボ回収。無限の精霊リストじゃなくて、こいつの方がパターンがいい。あー、そっかそっか。ブレイクしとくか。ブレイク。セーブガス受けるぜ。おー、ブレイク。パリン。はい、エンド。高い重視。高い重視。じゃんけんするぜ。じゃんけんほい。一生。じゃんけんほい。アイコでしょ。おし。じゃんけんほい。終わり。ドローはしないで。じゃあします。どれ？だったら。ドロー。三マナ。ラバール教。召喚。獣たちのロンド。おい、せこいせこいせこい。一応の発動。シャバダバドゥ。パワープラス2000と。初めてバトルに勝った時アンタップ。2000と。次の格闘家頑張れと召喚。シャバダバドゥアタック。バトルに勝った時アンタップ。ギャ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 ンタップするよ。ブロック。バトル勝った。アンタップ。ギャンタップ。ダイレクトアタック。取る。編集で。仕事増やすな。出せませんでした。じゃあ、ね、今回はね、あの効率が強かったかなと思いますね。千分強い。千分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 パワー上がるんでしょ。千分パワー上がるってやっぱ強いです。強いな。誰かの曲が流れ込んでくる。そろそろみんな誰かの曲流れ込んできそうなのでこの辺で現代に戻りますか。今のヘブン